勝手にコンサドーレというわけで、はい、今日もリレーシパ巡りなんですけれども、はい、今日はクラブパートナーそして第10弾ですか巡りは、うん、久々の飲食店以外のそうだからもう美味しいとか香ばしいみたいなそういう話題はないもんね。ないですね。だからこれは腕が鳴る必見の回だよね。必見の回。一体僕たちはメガネの良さをどれだけちゃんとご紹介できるかという、はい、とくとご覧あれだね。矢田郎君普段悪いんでしょ。とても悪いです。でちょっと見てください。はい、いやこれね視聴者さんがやっぱ気になると思う、はい、我々の健康診断、はい、兼ねてます。見なきゃいけない。恥ずかしいなきっと。僕めちゃめちゃ健康だと思う。さあ行くぞ。選手がね来店してるけど、はい、これ松原選手はなんか普段からしてる感じあるよね。してる風で、ちょっと見てください。青木はかけてるね。そうですね。菅さんも完全にこれね。お菓子枠も怪しいと思いますね。怪しいね。普段かけてない、はい、目いいねそしてここからだね。コンサドーレコーラ。なにどういうこと。んあデルペル来るんですよ。そういえばこの試合。あそうなの。そう天皇杯のトーナメント表をお店に送ってなかなかですよバーとかならわかりますよ。いやわかるよ。お酒飲んでゆっくり話せるからね。メガネ見ながら天皇杯のスケジュールチェックしてくださいってことでしょ、ね、だからこういうことじゃないですか。こうやってあこういうことじゃないですか。なんか見えづらい人がこうやってここまで来てるんだっていうね。そうそうそう。ちょっとこのお店重度の依存症、ね、依存度高いよね。高い高いこういうのは置くのはわかる。わかるわかるわかる。これはさ、ね、これは公式でもないもんね、はい、言っちゃえばね、はい、ファンの方が、ね、書いたね書いたね、有志で書いたやつだよね。だちょっと重度のね、何か依存度を感じる。依存度を感じます。シャーク浅野でしょ本当だ。辰巳俊太でしょ。えそうこえマジちょっと分かんない。なんかこれはこれ分かんないです。これも僕も分かんない、はい、僕がメガネ屋さんやってたらね、はい、クールなかっこいいお店やってるはずなの、はい。うちわは置かないね。置かないっすね。でもこれもだからジャニーズでしか見ないやつですよね。これはこれはねエリザベスも見習わなきゃいけないかもしれない。これは好きですね、うん、柏戦で勝利の決勝弾を決めた田中俊太選手がご来店時にサインをいただいた際使用したマッキーです。マッキー飾る笑ってるマッキーを飾るルックさんに来れば、はい、メガネだけじゃなくてその後の後半戦の試合も分かるし、うん、移籍レンタルも分かるってことだよね。素晴らしいですね、うん、いや待ってもうさ記念の300試合おめでとうとかもさすごいよね。えめちゃくちゃいいですね。すごい。えなんかこっちもあるよ。なんだ昇格の時じゃない。あ昇格の何年のかな。2007年。店長の向井さんです。向井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私がここに来たのが2月からで前任者がやってあのコンサドーレ装飾店ということで退職の関係で。あなるほどなるほど。私はその時はあの J リーグさんあまり見てなかったので、うん、縮小してたんですね。あの浅野選手が4月16日に来ていただいてそこからあ選手が来ていただいたっていうことはやっぱ俺やらないと。ここ2月に来た時にあのホームページで浅野選手が来られた今年から来たよっていうのだけ知ってたんで、うん。ちなみにあそこにあった昇格の時のあれがあるってもう相当前から好きな方が社内にいたという感じなんですかね。あ、違うサポーターさんの持ち込み。すごい。ぜひ聞いてます。じゃあもうサポーターさんこれをぜひどうぞということで。多分そんなお話だったみたいですね。でもなんかすごく情報が多くて、ね、しかも最新のね、はい、もう最新にしておかないと面白く
ないので、サポートさんも来ていただいたりとか。じゃあもう常にこういう情報をアップデートしてる、はい、そうですね、夜ツイッターを見て明日これあげようかな、はい、朝来て誰か誕生日ならまず誕生日、あで今日これもマッチデーも実はネクストマッチですよね。明らかに異質なものが一つ気になるんですけど、やっぱこれはやっぱさ、ちょっとツイッターで作られたのを見て店内で飾っていいですか。いやすごい、やっぱサポーターさんもね、こういう思いもいいですよね。なんかやっぱなんか YouTube とかで、あもちろん、あ、はい、ちなみにこのリレーションパートナーシップとかを僕たちが回ってるのも知ってたって、はい、そば立さん、あ行きました、はい、ちょっと今日はいろいろ何ができるのか体験させてもらいたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、準備はいいかな。気球のやつ懐かしい、やつ、まあ、そうだよね、外すの大変でしょ。でもそうですね、替え持ってくればよかったな。あ、大丈夫です大丈夫です。ああ、じゃあちょっと僕行ってみます。はい、僕裸眼です。はい、はい、じゃあどれぐらいあるか、どれぐらいあるかですよね。ちなみにこの機械って何が分かる機械なんですか。これ近視乱視、あそうなんですね、遠視乱視、はい、目の屈折異常が分かる状態です。見たことないよ ね、 俺の視力具合が分かるってこと。視力具合どころかもう目が見えます、うん、輝いてるでしょ目が。すごいスターの目ですわ。スターの目してるよね、はい、希望に満ちたさ、希望に満ちた。へとい、はい、また右側です。通行へ、はい、今これでもう 0.7 まで裸眼で見えてます。また右側リーに行く、はい、裸眼で 1.0 まで出てる状態。なるほど、はい、これはですねちょっとしんどいかなんですよね。さかな、違いました。1点にはちょっとダメでした。これなんて書いてある。あ、とだ、そうですそうです、と、はい、け、はい、いやその下は見えない、はい、けまで見えて 1.5、 おー、はい、やや赤かな、はい、これ同じぐらい、あ、緑になりました、緑になりました、はい、はい、だと気持ちいい遠視っていうのが出てるかな、なんですよ。目の見方って、はい、近視は近くなんですけど遠視って遠くが見える目なんで、まあ、交通け、あでも 1.0 ですね。おいやこれはわからないな、全く見えない。さ、さ違いました。さっきも左の上、はい、これへですね。そうです、への下、メンタリズム見てる、メンタリズム我々画面見えてないからね。一番下、一番下がですね、はい、これはし、違いました。レーシックをやってる、そうなんですよ。あそうなんですね。ただもうレーシックやって10年以上経つんですよね。あでも全然全く変わらず来てるのかなっていう。どういう違いがあるんですかね。あ、基本ベースやっぱり今だとこういう、まあ、他の他社さんでも大丈夫、こういう、あメガネかける人って、うん、おしゃれ側に見せたい人と、はい、頭よく見せたい人がいるんでしょ。僕はね、はい、頭をよく見られたい。お、そっち派なんですね。そっち派なんだ。気になるね。それおしゃれじゃないですか。いや完全におしゃれですよ。それやってますよ。そうだよね。頭よく見られるためにはやっぱ普通のメガネか。あら、頭良さそう。頭良さそう。その路線、あーなるほどね。おお、なんかさっきより頭良さそう、うん、経営者。こういうことじゃない？ああ、はいはい、はい、くよ。ああ本当に？ちょっと成田さん感はある。本当に？ある、ある、なんか心の中で笑ってない？いや成田さん感。いや笑ってるでしょ。心の中で。言われたら笑ってる。ちょっとヨーロッパの風が入ってますね。あ、そうそうです。あ、なんか一気にヴィンテージ感が。ヴィンテージ感出たでしょ？ヴィンテージ感ありますよ。いいじゃないですか。うん。はめようとして。いや。健太郎さんってかっこいいんだねって思われるのこれでしょ？なるほど。なるほどね。こういう雰囲気のを普段かけてますね、多分。あ、天才っぽい方をかけてるんだ。どちらかというと僕、おしゃれ風に行きたいのね。はい、行きたいです。どうですか？あー、似合うの。なんか帽子との相性めっちゃいいですね。うまいですか？え、やっぱちょっと文豪タイプ。文豪。あ、どうだい？あ、いい。あ、いいね。あ、似合う。似合うよ。ハイロングさんだと思ってない？言われちゃったら言われちゃったら、すみません、僕実はですね、はい、その日
構あまり見れない体質で、なるほど、すっごいこう目を開けれないタイプなので、うん、実は普段からサングラスを常にしていて、弥太郎くんサングラスかけないもんね。僕はあんまかけないっす。でかい感じで小顔には似合う、うん、メガネの上からかけれるシーン。あ、そうなんすね。すげー、これがそんなのもあるんだ。かわいい。いや、いいね。え、なんか俺もそんな感じだったよね。弥太郎さんがニット帽で、弥太郎さんがサッカーボールの帽子で。よし。おー、いいですね。よし。いいですね、いいですね。あー、なるほど。よし、バランス取れた。バランス取れました。太く変え、もう一回写真、これ持って撮りましょう。撮りましょう、撮りましょう。もう一回行ってください。もう一回。ありがとうございました。というわけで、というわけで、はい、我々は今日これをかけて勝手にコンサドールで天皇杯、柏戦をこれで見るっていうことね。やりましょう。もうせっかくルックさんでね、見繕っていただいたんで、勝手に僕たちがこれで行こうって言っただけなんだけれどもこれを見てルックさんに来ていただけたら嬉しいな。嬉しいと思います。本当素敵なお店です。もうね、装飾とかすごい日替わりで変わるんで。サッカーのさ、話しながら過ごしたいじゃん。それができるっていうのがいいよね。いや、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで次はあなたのお店に。町って言ったもんね、はい、うん、というわけ で今回、はい、メガネのルック丸山店、メガネサロンルックルクさん、丸山店、よろしくお願いします。遊びに来ました。そしてもしかしたら、はい、食べる方も居酒屋ルックさんもね、系列ですもんね。お、行くかもしれないんでしょ。行きたいです、ぜひ。っていうのもあります。そちらも乞うご期待。乞うご期待ということで、今日我々視力を測ってもらってサングラスも購入させていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。勝手にコンサドーレ